大谷翔平を全財産を使っても欲しがっているレッドソックスの会長トム・ワーナー。 MLB はシーズン開幕前に今シーズンの関心事項ベスト10と題した記事を掲載し、その中で最も関心度が高い項目に大谷翔平の去就を選びました。記事では大谷の去就について、大谷には3つの選択肢があるとして、エンゼルス残留、夏前にもトレード、シーズン終了後に FA 移籍の3つのパターンを示しています。その中で大谷は夏前にトレードになり、トレード先のチームで大型契約を結ぶことが濃厚とされており、移籍先のチーム名などが具体的に記載されています。これまでドジャースやメッツなどが大谷獲得に向けて動きを見せていると言われていますが、ここへ来て全財産を使っても大谷が欲しいと積極的な姿勢を見せている球団が現れました。今回の動画では新たに大谷争奪戦へ参戦することが予想されるチームを紹介するとともに、移籍の実現度についても考察していきます。7年越しの恋人獲得に動き出した球団。大谷の去就についてはシーズン開幕直後からすでに大きな注目を集めていますが、エンゼルスも世界一の選手をそう簡単に手放すつもりはないとの姿勢を見せています。エンゼルスのモレノオーナーは記者から、大谷が今シーズン中にトレードされる可能性はあるのかと質問を受けた際に、チームがプレーオフ進出を争う状況であれば大谷は出さない。彼の目標はワールドシリーズでプレーし世界一に輝くこと。その可能性がある限り間違いなくエンゼルスは彼とシーズンを共にする。と言い切りました。記者たちはさらに具体的なコメントをモレノオーナーに求めましたが、モレノオーナーは、プレーオフに確実に出場できるよう期待して、今シーズンのチームを作っている。ボクサーが負けた時のことを考えてリングに上がらないように、我々も予定していないことに対して思案したりしない。と語りました。モレノオーナーは、シーズン開幕直後からプレーオフへの進出が叶わなかったことを考えるのは、ナンセンスであると発言しましたが、アメリカのメディアはこの言葉を、モレノオーナーはチームのプレーオフ進出が不可能になれば大谷をトレードに出す準備があると報じました。モレノオーナーの発言はある意味切り取られたような形で拡散されましたが、本心を表していると指摘するのは地元放送局のエンゼルス版の記者たちです。大谷の去就を取材する記者たちは、モレノオーナーはここへ来てかなり苦しい決断を迫られている。仮にエンゼルスがプレーオフへの進出が叶ったとしても、あっさりワイルドカードシリーズやディビジョンシリーズで敗退し、大谷がバイバイエンゼルスといえば、エンゼルスに残されるものは何もない。と指摘。さらに大谷の契約延長について、もちろんチームの状況などを見て、大谷が契約延長を行う可能性はあるが、総額5億ドルを超えると言われている契約を結べば、エンゼルスはその他の大物選手と契約を交わす資金力が残されていない。果たして大谷は自分だけがメジャートップの給料をもらいながらワンマンチームと言われる状況を受け入れるだろうか。我々が見てきた大谷はそういった愚かな選択を行う選手ではない。と、仮にエンゼルスが大型契約を大谷に提示しても、契約延長に合意しない可能性が高いと予想しました。そこで、エンゼルス版の記者たちは、チームが8年連続プレーオフ進出を逃している現実を見て、大谷をトレードで放出し、複数の若手有望株を獲得した方が、チーム再建の近道である。と結論付けたのです。エンゼルスを中心に報道している記者ですら、チーム再建を考えるのであれば、大谷をトレードに出すべきと進言しており、こういった報道も先行していることから、アメリカではすでに大谷のトレード先球団についての予想すら始まっています。そんな中、新たに大谷争奪戦へ参戦してきたのが、2017年に大谷がメジャー移籍を行った際にも手を挙げていたボストンレッドソックス。
レッドソックスはオーナー自ら全財産を使っても大谷を獲得したいと発言するなど、かなり鼻息の荒い姿勢を見せているのです。大谷はベーブ・ルースよりも上？レッドソックスオーナーの発言。大谷の活躍によってアメリカではたびたび、あのレジェンドと現役最強スターはどちらが優れているのかとの議論が話題を呼んでいます。大谷は過去2シーズンにわたって投打で異次元の活躍を披露し続けており、その度に球界で巻き起こるのが、野球の神様として今なお尊敬を集め続けているルースとの比較論です。ルースと大谷は互いに現役生活中に二刀流をこなし、目に見える結果とともに在籍したチームでスーパースターといえる人気を獲得しました。アメリカの熱心な野球ファンたちは、活躍した時代は違えど二刀流で球界を席巻した二人の優劣論争を盛んに交わしてきたのです。そんな野球ファンなら一度は考えてみたテーマに新たに持論を投下したのが、ボストンレッドソックスのトム・ワーナー会長です。イングランドプレミアリーグの名門リバプールの会長も兼任するワーナー会長は、地元ラジオ局ビールのポッドキャスト番組ザ・グレッグ・ヒル・ショーで、大谷は私の人生で最も偉大な野球選手だ、ルースよりもいい、いかなる報酬を受けようがそれに値する、なぜなら彼は間違いなく投手として打者としてあまりにダイナミックな存在だからだと熱弁しました。さらにワーナー会長は、日本とアメリカで WBC の視聴率が増したことについて触れ、あの男はアメリカにおけるスーパーボール以上の数字をもたらしたんだと指摘。そして最後に、市場に出ればどんな選手よりも報酬を手にすることは間違いない、しかし大谷には必ず大金こそがふさわしい、なぜなら世界的なスターだからだと付け加えたのです。このワーナー会長の発言は、レッドソックスのチェアマンは小平大谷の FA を前に感情を爆発させるとのタイトルでアメリカテレビ局 NBC スポーツボストンで報じられ、大谷を獲得するのであればワーナーは資材を投げ打ってでも参加しないとダメだと熱弁と付け加えました。ワーナー会長は以前から大谷の希少性について触れることが多く、野手や投手として過去のレジェンドたちが残した数字を更新する選手がいたとしても、二刀流としてルースと並んで語られる選手が今後現れる可能性は皆無に近いと発言しています。ワーナー会長の発言を聞いたレッドソックスのファンからは、大谷がボストンに来ることを考えただけでワクワクが止まらない、資金面はこれで万全の体制だ、吉田が大谷を口説いてくれないかなと様々な意見が寄せられました。会長と同じく大谷を希少な存在として最高のアスリートと表現したのは、2018年シーズンからレッドソックスの指揮を務めるアレックス・コーラ監督です。レッドソックスでの初仕事は大谷獲得だったコーラ監督。コーラ監督は大谷の WBC での活躍を振り返り、エネルギーすべてつぎ込み完璧な形で締めくくった、世界で最高のアスリートだ、彼がやっていることは実にアメージングだ、フィールドから見えない裏の部分で先発投手として同時に打者として、そしてすべてのためにどんなに準備をしているのか考えると本当に信じられないと改めて絶賛。そしてコーラ監督はレッドソックスの監督に就任した最初の仕事が、ポスティングされた大谷のプレゼンテーションとして誘致のラブレターを書くことだったと明かしました。レッドソックスは大谷がチョイスしないと言われていた東海岸に本拠地を持つチームですが、球団は大谷獲得に向けて膨大な時間をかけて準備を行っていたと言われています。コーラ監督は手紙にプエルトリコ出身の自身の体験をもとに、国際的な視線でメジャー挑戦をサポートする熱意を文章にしたためましたが、その2日後、大谷側が志望球団を絞り、レッドソックスは一次選考を通過することができませんでした。当時を懐かしむようにコーラ監督は、
スカウトが大谷獲得のために用意したプレゼンの資料は今でもメールの中に残っているよ。二刀流でシーズンを過ごすための準備や球数や休養日について綿密に計画されたものだった。仮に大谷が東海岸でのプレーを希望していれば、レッドソックスは有力な候補だっただろうね、と語りました。結果的に大谷はエンゼルスと契約を交わし、二刀流として成功を収めましたが、コーラ監督は、一体どんなスケジュールでブルペンに入って相手のデータを研究してビデオを見ているんだろう。いや、そんなもの必要ないのかな。とにかくフィールドで相手をやっつけてしまうことには本当に感服する、とその調整方法に興味を示しています。そして今シーズン話題となっている大谷の去就については、僕から語れることはほとんどないよ、と煙に巻きつつも、彼がどんなチョイスをするか今から楽しみだね、と笑みを浮かべました。オーナー監督ともに大谷を獲得したいとの考えが一致しているのか、レッドソックスの地元ボストンでは長文の手紙形式の文章を掲載して、大谷をレッドソックスに、との記事が掲載されています。コージは英雄になった、地元紙の猛アピールとは。エンゼルスが今シーズン初めてボストン遠征を行っていた時期に合わせて、地元ボストン紙が異例となる長文のラブレターを掲載しました。ラブレターの中身は、大谷がなぜレッドソックスでプレーするべきなのかについて力説されており、レッドソックスファンから最高の記事として話題を呼んでいます。この記事はアメリカマサチューセッツ州地元紙ボストングローブが掲載し、ボストンがいかに完璧であり、レッドソックスがいかに最高の二刀流スターを受け入れる準備ができているかを指摘する翔平大谷への公開書簡との見出しで始まりました。著者のピート・エイブラハム記者は様々な言葉を用いて、今オフに FA となる大谷を口説き落とそうとしています。記事ではまず、この手紙はあなたが今シーズンの後に FA になった時にボストンがホームと呼ぶのに素晴らしい場所であることを念のためにお知らせするものだ、と天候や交通機関などボストンの魅力を列挙しつつ、レッドソックスに移籍するべき理由を力説します。ここでボストンの気候について記事では深掘りをしており、日本で最もボストンに近い気候は青森県であると推測し、青森と隣県である岩手県出身の大谷であれば故郷とほぼ同じように過ごせるはず、と言及しました。そしてレッドソックスは、大谷が高校生だった2012年、そして NPB からメジャーに挑戦した2017年のオフにも獲得に乗り出している事実に触れ、当時球団は二刀流で起用するための詳細な計画を代理人に送っていたといい、かつてベーブ・ルースを投打で起用していた実績にも触れました。その上で、同じ東海岸に本拠地を持つライバル球団への牽制を忘れていないのか。ところでヤンキースはベーブにピッチャーを続けさせなかった。これは覚えておいてほしい、と記しました。確かに、この記事に書かれているように、ルースは生涯で1221イニングの投球回を記録していますが、ヤンキースへ移籍して以降はわずか5試合にしか登板しておらず、イニング数も31にとどまっています。このデータをもとに記事では、レッドソックスでプレーすることこそが真の意味でルースと同じ場所で二刀流を披露することになると、指摘しました。続けてアレックス・コーラ監督が今でもチームの大谷起用計画のメールを保管しているという話題に触れつつ、さらに球団には3人の日本人スタッフが在籍していること、1999年の大岡智和以降に多くの日本人がプレーしてきたことを紹介。松坂大輔と岡島秀樹が2007年に、田沢純一と上原浩二が2013年に優勝に貢献したことに触れ、ボストンでの経験を彼らに聞いてみるべきだ、浩二は英雄になったぞ、と大谷が移籍の条件として挙げる勝てるチームであることをアピールします。もちろん記事では、昨年加入した吉田正尚について、
WBC で大谷と吉田は兄弟のような組み合わせで打線を牽引し、多くの国の投手を困らせてきた。レッドソックスでも2人が並ぶ打線を組むことができれば、リーグの脅威になることは間違いない、と記しました。レッドソックスは過去9度のワールドシリーズ制覇を誇る屈指の名門球団ですが、昨年は投手陣の崩壊などがあり最下位に低迷。レッドソックスは2018年以降ワールドシリーズ制覇から遠ざかっている。ボストンのスポーツファンにとって苦痛な期間だ。と、上昇球団のファンがいかに優勝を求めているかを訴え、大谷に救世主になってほしいと求めました。そして記事では、大谷移籍で最もネックになると言われている高額な年俸についても、2019年には複数のスター選手を放出したことに触れ、再建モードに突入したとファンから大きな批判を浴びたが、これにより資金に余裕ができた。大谷、実はこの作戦はあなたをボストンに連れてくるための秘密の計画だったんだ、と表現しています。大谷と結ぶ新たな契約については、5億ドルをベースに6億ドルに到達することも想定されますが、レッドソックスはその資金を確保していると記事では紹介し、好きなだけ持っていってくれ、あなたはそれにふさわしい、と白紙小切手を渡してでも大谷をレッドソックスに迎え入れる準備があるとしました。ここまでエイブラハム記者はデータや数字を用いて、いかにボストンが優秀な移籍先であるかをアピールしてきましたが、最後に記したのは大谷の気持ちに訴えかけるものでした。ラブレターを超えた嘆願書の最後に記された言葉とは、最後にエイブラハム記者は、お願いだからボストンに来てくれ、とストレートな表現を使って大谷へ訴えかけます。そして、レッドソックスのファンは絶えず精力的で、記者たちはいつでもポジティブなところを見ようとすると、何かと辛辣な記事が掲載されるニューヨークとは違うことをアピールし、残りのシーズン幸運を祈るよ。そして、もし空港から記者会見場まで乗せてほしいなら行ってくれ。すぐ着くよ。渋滞はないからね。と、ロサンゼルス名物の渋滞を揶揄することで、エンゼルスへの残留や移籍が有力視されているドジャースをも牽制しました。このあまりにも熱のこもった記事はすぐさま SNS 上で話題になり、レッドソックスの GM はこの記者をブレーンに呼ぶべき、大谷は東海岸でのプレーも容認しつつある、ボストンのファンは日本人選手を温かく見守ってきた、など多くの反響が寄せられました。まだまだ大谷争奪戦は始まったばかりですが、今後は獲得に名乗りを上げているチームがあの手この手でアピール合戦を繰り広げるはずなので、さらなる注目が集まりそうですね。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後も大谷翔平に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。